ロード中がダセロード中のやつダセな。目まぐるしく変わるやつ。はいどうも、エンタのゲームインザボックス。今回はこちらのゲーム「ザ・クルーワイルドラン」というゲームをやっていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ということで、今回はですね、この動画が、1200本記念でございます。このチャンネルのね、1200本投稿記念ということで、このゲームやってきます。ザ・クルー・ワイルド・ラン。このゲームですね、一応ゲームの売りとしては、全米っていうか、まあ、あれですね、アメリカ本土だよね。アメリカ本土の、再現されたんですよね。うん。何言ってんだ俺アメリカ本土は再現された、ゲームなんですよ。で、これを自由にこう、バイクやら車に乗って、オンラインで人を集めてね、運転できるっていうゲームなんですよね。うん。ということで、今回はですね、このザ・クルーをアメリカ横断をしようということでやっていきたいなと思っております。1200本記念。多分これ動画1本では終わらないとは思いますけどね。まあ1200本はこの動画ですけど、終わるのは1200何本目かになりますけど、これをやっていこうかなと思っております。はい。で、まあ先ほどアメリカ横断って言っちゃいましたけど、アメリカ横断っていうと僕的にはもう血が騒ぎ出すんですよね。いや、勝手にやってるだけなんだけどね。勝手に俺が言ってるだけなんだけど、血が騒ぎ出すんですよね。なんで血が騒ぐかっていうと、アメリカ横断ウルトラクイズですね。これのゲームをね、過去2回やりました。1回目はゲームボーイ版の1作目のやつ。で、2回目はファミコン版をやりました。うん。この2作をね、アメリカ横断ウルトラクイズのゲームをやったんで、アメリカ横断って聞くとやっぱそっちに行っちゃうんですよね。気持ちがそっちにそれちゃうっていう、そんな私なんですけれども、今回はですね、そのアメリカ横断ウルトラクイズで行った土地を行こうじゃないかと。うん。まあ、もうご覧のように、このもうアメリカ本土をもう自由に駆け回ることができるんですね。で、この言えばもうこの色のついてるとこしか行ってないんですよ、僕は。ここら辺の色ついてるあたりここら辺のロサンゼルスとか、ここ何だったっけ、この辺、サンフランシスコ、そうそうそう、サンフランシスコ、うん。で、あとはどこだ、ニューヨーク、シカゴ、デトロイト、シカゴ、ミッドウェストのこの辺とかね、セントルイスあたりぐらいまでしか行ってないんですよね。うん、もう全土行けんの、ここ。本土の間は、本土の中は。こんだけしか行ってない。もうどうせなら、アメリカ横断するなら、もうまっすぐ行くんじゃなくて、うん、アメリカ横断ウルトラクイズで行ったとこ行こうということでね、今回はそういう観光的な目的で、このゲームをやってみたいなと思っております。はい。で、今回ね、ゲームボーイ版とゲームボーイ版とファミコン版のアメリカ横断ウルトラクイズやったんですけど、今回ね、ファミコン版をやろうかなと。ファミコン版で回った土地を回っていこうかなと思っております。ゲームボーイ版だと全部で10個チェックポイントがしかなくて、10個しかなくて、チェック、何言ってんだ俺。全部で10個しかチェックポイントはないですね、アメリカは、ゲームボーイ版は。うん。で、そのうちの3チェックポイントは日本のうちで終わっちゃうし、で、1個はグアム。でこれアメリカ本土だけしか行けないのでグアムはまあ行けないですね。ってなると6チェックポイントしか行けないですよね。うん、だからやっぱスーハミ版の方がいいかなと。スーハミ版は全部で14チェックポイントです。でそのうちアンカレッジってね、アラスカ州、アメリカのアラスカ州のところがあるんですが、アラスカ州これ入れないですね。うん、これは本土だけですから、アラスカ州は入れないですけど、それを抜いても、何チェックポイントだ ?9 チェックポイント分回れるんでね、そう考えるとやっぱファミコン版の方がいいかなということで、今回ファミコン版アメリカ横断ウルトラクイズで回った土地をバイクで回ろうという、そういう企画をやっていきたいと思います。はい。ということで、これから1200本記念ですけれども、1200本何本かかけて、やっていきましょう。いくぞーいいくぞーいということで、まず第1のチェックポイント。グアムじゃないので、ハリウッドからですね。ハリウッドってどの辺なんだっていう話ですよね。さあ、ついにアメリカ本土の上陸です。はい、ここのチェックポイント。これははい、来ましたね。ハリウッドです。そこで私が用意したのが Google マップですよ。Google マップ、ちょっと待ってください。今準備します。アメリカのその全体地図から見てどの位置なのかっていうのが分かれば、おそらくこのね、ザ・クルーのこの中にもそれっぽい位置はあるだろうと。その土地名が入ってなかったとしても、それっぽい位置はあるだろうということでね、そういう感じでやっていきましょう。はい、これがハリウッドの地区の図ね。うん、こんな感じだそうです。ハリウッドはアメリカ合衆国カリフォルニア州ロサンゼルス市にある地区だそうなので、まあ、ロサンゼルスに行けば大体いいのかな。じゃあ、まあ今回、スタート地点はもうじゃあロサンゼルスに設定しましょう。じゃあこれをズームしてロサンゼルス空港から始めましょうかね。まあおそらくアメリカ横断ウルトラクイズも飛行機で移動したでしょうから、このロサンゼルス空港から始まっていくんでしょうね。ということで、ここにファストトラベルして、ここから、旅を始めていきましょう。スタート。はい、ということでやってきました。こちら、ロサンゼルス空港でございます。そして今回私が乗っているバイクですけれども、こちらですね、2015なんちゃ書いてますけど、川崎忍者 H2 ってやつかな。このバイクをね、買いました。もう大枚をはたいてやっと買いました、これ。めっちゃ高かった。めっちゃ高い。もうめっちゃ黙々となんかこう、ランドマーク探したりミッションやったりしてね、なんとかお金を稼ぎました。このバイクを乗ってやっていきます。まあ、やっぱね、バイク乗るってなると、川崎だなっていうのはありますよね、なんとなく。日本人で男なら川崎だろうみたいなね、ドゥカティとかありますけど、ドゥカティなんかあるけど、やっぱ川崎じゃないかなっていうのでね、この川崎のバイクはこの値段帯しかなかったんですよ。めっちゃ高いです、これ。本当にね、めちゃくちゃミッションやって、ようやく買った、この川崎、このバイクに乗ってね、ちょっとやっていこうかなと。僕の顔、こんな顔じゃないですけどね、これ、自動で決まってるんで。主人公の顔は自動で決まってるんで、これもう僕はどうしようもないんで、不可抗力なんですけれどもね、じゃあこの彼に乗っていってもらいましょう。続いてのチェックポイントをね、決めないといけないですね。目的地を決めちゃいましょう。続いてのチェックポイントは、ハリウッドの次のチェックポイント、ロサンゼルスになりますね。ロサンゼルスで近海掘りをやったんですよ、あれ。近海掘りすっげえ大変やったわ。さあ行きましょう。ハリウッドからロサンゼルスへ車で移動。さあロサンゼルス、ここはロサンゼルス郊外のゴールドラッシュエリアだということで、近海掘りロサンゼルスへ向かいましょう。ロサンゼルスはどこでしょう。あ、まずは地図を呼び出して、ロサンゼルスはどこでしょうってここですよね。そうかそうか。なんかすごいゲームで言うとすごい飛行機乗って移動してましたけど、飛行機かなんか車かなんかで移動してたけど、とりあえずじゃあロサンゼルスの、ハリウッド地区あたりをちょっと目指してみましょうか。ハリウッド地区ってどこら辺なんだろう。ハリウッドって、ハリウッド載ってますね、ここら辺。ハリウッドって書いてます。じゃあどっかランドマーク目指しましょうか。クロス・オブ・ザ・ワールド。ハリウッド大通り。ハリウッド大通りかな。うん。グランドセフト・オート5とかではね、ハリウッドを、モデルにした架空の街、ロスサントスやったかな、っていうところをね走るんですけども、あれ結構ね広大な土地で面白かったですけど、じゃあ今回はそのハリウッド大通り行きましょうかね。ウェイポイントを設定して、じゃあとりあえず旅の一番最初はここを目指してやっていきましょう。さあ行きます。じゃあいよいよスタートです。行くぞーって言って行くぞーっていうやつですね。はい、じゃあ行きましょう。さあまあとりあえずね、もうただ走るだけですからね、もう喋りながら何も適当に喋りながら走っていけるだけでもないのでね、もうゆったりと聞いてってくださいね。基本的にはもうただ普通に運転するだけですから、でこう視点をじゃあちょっともう本当運転してるっぽくしましょうか。こういう感じでこういう視点でじゃあ走っていきましょう。はい、運転下手くそ。まだバイク買いたてなんでね、この動画を撮る前になんとかバイクをようやく買ったっていう感じなんで、バイク買いたての私が、運転していきましょう。とりあえずロサンゼルスを走ってですね、ハリウッド大通りを目指して走っていきましょう。ここはまずなんだ、ここはドーナツショップ。ドーナツショップらしいですよ。ドーナツショップ。ランドマークとしてそれはどうなのっていう。どうなってんのっていうね。どうなってんのこの島はっていう。そんなドレミファドーナツを思い出しながら、ドーナツショップの脇をすり抜けてですね、行きましょう。いや、いいね、このバイク。いや、高い金払っただけあるわ。ほんと。6時間、7時間ぐらいかけてね、お金を貯めてましたからね。いやいや、大変だった、ほんと。もうひたすらランドマークをね、回って。ランドマーク1回回ると2000ゴールドかな ?2000、いや、この世界の通貨は何かわかんないけど、2000円かかるんだよね。うん。ランドマーク1個で2000円。で、この川崎のバイクは、2000円で、20何万、じゃあ300、30、31万円ぐらいするんですよね。だから、単純に計算してもね、2000円を31万貯めようと思ったら何個回るんだっていう話ですよね。すぐ単純計算できないんで。すぐ単純計算できないキャラだったからやめたんだけど。いや、だからそれだけ大変だったんですよね。何個かミッションもこなしつつ来ましたけど、痛いごめんなさい、事故を起こしちゃいましたけど、さあとりあえず来ました。第1チェックポイント、ハリウッドです。はい、こんなハリウッド大通りです。お、訪問済み総数とか出るんですね、ランドマークの、242個ある中の125個いってますからね。約半分いきましたね。このバイク買うために約半分回りましたからね。そんだけ頑張りました。はい、ようやく到着です。ハリウッド大通り。いやー、第1チェックポイント、ようやく着きました。はい、こんな感じですよ。ハリウッド大通り。いいですね。うん、いい感じです。ということで、じゃあ次のチェックポイントを設定しないといけないですね。じゃあ次のチェックポイントを設定しましょう。さあ、どこ行こうかな。いや、どこ行こうかなっていうか決まってんだけど、次、ラスベガス。ラスベガスですね。ハリウッド、ロサンゼルス、次、ラスベガスという感じになってますね。じゃあ、ロサンゼルスから出て、ラスベガス向かっていきましょう。ラスベガスは行ったことあるんで分かるんですよね。確かこのもうちょっと上の方でした。いや違ったかな。飛行機。またこっちでした。もうちょっと東方向でしたね。さあラスベガスの方面行きましょう。じゃあとりあえず目的地はどうしようかな。カジノとかありそうなとこ。ラスベガス南部。ラスベガスざっくりとした。ざっくりとしとんな。ランドマークの設定がざっくりとしとるわ。ラスベガスこそなんないとあるでしょうに、そういうなんかいろんなね。じゃあこの広大なこのホテルの前に行きましょうか。このホテルの前ぐらいにウェイポイントを設定しましょう。じゃあここを目指して走っていきます。行きましょう。遠いよ、結構遠いよ。これ結構時間がかかるやつですよ。さあ行きましょう。最後、西海岸最後、ラスベガスです。来ました。ようこそ私たちのカジノへ。あなたに1万ドル分の、チップを差し上げましょう。はい、来た。目的地まで35キロですね。35キロ。ひたすら行きましょう。で、またこの視点で行きますかね。結局、このバイク買うまでにずっと車運転してたから、車の方がやりやすかったりするんですけどね。車の方がやっぱり個人的には運転しやすいわってなるんですけど。いや、バイク買ったら意味ないから、せっかくだから、この動画用にわざわざね、お金貯めて買ったからね、せっかくなんでバイクを乗っていきましょう。さあ、34キロ。まだまだありますね、距離的には。こういうなんか高速道路的な道もあってね、そういうとこ走るのすごい楽しいんですよね。ああ、高速道路入りましたね。はい、高速道路入りました。無事合流しましたよ。あ、じゃあちょっとマップを大きめにして。あれ、道間違ってる？道間違ってるっぽいね。ちょっと U ターンできるところ、 U ターンできないここU ターンできそうなところ。ああ、これ一旦降りろと言ってるわ。一旦降りろとナビが言うております。道間違えたか。俺ちょっとマップを大きくしたぐらいのタイミングで道間違えたんだな、多分。ルート再検索入ってここ降りろと。あ、降りましょう。やっぱこれぐらいの方がやっぱ見やすいんだな。動画として見やすいのはこっちかな。運転しやすいのはやっぱ一人称視点のが見やすいけど、まあ、動画として映えるのはこっちかな。すぐ出ろと、すぐ出ろとね。すぐ出ろと言うんだ、君は。いや、バイクだからバックできないしね。あ、ちょっとウィリーしちゃったしウィリーしたし、あ、危ない危ない。ウィリー事件が起こるところだよ。ルートに戻れって、さっきルートこっちだっただろ。あ、間違えた間違えたウィリーして事故ったよ。ウィリーしてこっちね。はい、復帰しました。さあ、どこ行けってんだ。あれ、こっち行けって言ったんじゃないのああ、いたいた。ナビを読めない男か、俺は、本当に。よしよし、いいですよ。もう楽しい、楽しい。さあ、じゃあ、ひたすらね、このまま走っていきましょう。やっぱね、バイクっていうと、僕の中でバイク乗ってる時に聴きたいなっていう曲があってですね、それが、やっぱ、奥田民生さんなんですよね。奥田民生さん、やっぱバイク乗ってるとき聞きたい。まあ、有名な曲で言うと、イージューライダーとか、あとは、そうですね、さすらいとかあるんですけど、もっとマニアックなところでいくと、トリッパーっていう曲があるんですね。一応これベストアルバムに入ってる曲です。トリッパーっていう曲もね、結構ラジオに、ラジオじゃない、バイク乗りにいいですよ。そんないい曲いっぱいあるんですけどね。あ、たまにこういうなんかこう隠れパーツみたいなのがあるんですよね。車の隠れパーツ、これを全部集めると隠しの車が発見できるみたいな、そういうのもあるんですけど、今関係ないです今それ関係ないですよね。はい、とりあえず僕はもう走るんだという気持ちでね、走っていきますよ。どいてください。はい、失礼しました。曲がるんですか、ここ。曲がります。草原を走ります。はい。こっちですね。こっちですか。難しいですね。難しいルートを通りますね。もっと単純に、俺バカだから、単純なコースでいいんだけどね。こっちを曲がる。単純なコースでいいんだよ、もっと。もっとシンプルにさ、高速道路乗ってシカゴにたどり着くみたいなルートでいいと思うんだけどさ、降りなきゃいけないんだね。わかりました、わかりました。ハリウッドを目指します。いや、いいね。やっぱ高いバイクだけあるよ、本当に。加速がいいね。楽しい、楽しい。癒しですわ。僕の中での癒しね、癒しゲームですわ。こんな、まず僕は二輪の免許を持ってないから、原付までしか乗れないからね。で、原付も乗ったことないから、なんなら。邪魔だどけー、バカ野郎。踏切をそんなこと言いながら、そんな罵声を浴びせながらね、踏切を渡る人なんてなかなかいないと思いますけど。だから二輪の免許持ってないし、原付も乗ったことないんで、この感じわかんないんですよね。この風を切る感じ、自転車の風を切る感じしか知らないから、気持ちいいんでしょうね、これきっとね。このアメリカの広大な土地をバイクで走るなんて、一応このワイルドランっていうこのダウンロードコンテンツ、これ有料なんですよね。だからこれ結構お高いので、で、ちなみにこのザックルー買った動画を、買ったのを動画にした、開封動画にしたのがあるんですよね。で、これがどのタイミングで出るのかわかんないので、まだあんまり言えてないんですけど、いずれ出ると思います。もしくはもう出てると思います。2016年に入って買ったものを紹介する動画みたいなことね、撮りまして。開封動画実は結構撮ってるんですけど、編集が間に合わずに溜まっていってます、どんどん。またそれいずれ未公開動画になりかねないですけど、もうそれぐらいね、いっぱい撮ってるんで、なるべくね、編集してあげたいんですけど、なかなかね、やっぱ動画の編集って時間がかかるんですよね。で、箱開封動画は特に編集に時間がかかる。あれ、撮影したものを何も編集しないであげるってなると、全く、のっぺりとした動画になるんですよね。こういう動画です、こういう。こういう動画になりかねないんでね。ただ僕がバイク乗りながら喋るっていう、そんなのっぺりとした動画とそう変わらないのでね、箱開封動画って実は。あんまり絵代わりしないですし、基本的にはそのなんか開けたもののをずっと前にして僕が喋るだけですから、なんか基本的にはこれとこういう動画とあんまり変わらないんですよね、やってることは。だから編集しないと、編集してそれに音楽と、いらない部分を切ったりとか、あとは字幕をつけてねっていうことをしないと、やっぱね、動画としてのっぺりとするんですよね。ちょうどこの間、本当に1100本目以降に投稿した動画でいうと、そのバトルフィールド4とかも、実況しましたけれども、あのゲームもFPS ゲームを普段やらない僕がやったっていう動画なんですけど、基本的にあんまやらなかった、やってこなかった人間なんで FPS をね、なので下手くそなんですよね、基本的に FPS がね、もう普通に黙り込んでやりかねないので、僕なんかはね、ああいうの何も喋れなくなるっていうね、本気で狙いすぎて、敵を本当に狙いすぎて、もう喋んなくなっちゃうっていう。そういう懸念があったので、僕はポイントっていうのをね、つけたんですよね。エンタが戦場に行くとこうなるポイントっていうのをつけたんですよ。まあ、それをつけて、あの字幕をつけることで、なんかそれっぽい動画にはなるんですよね。喋んなくても。うん、そういった懸念があったから、僕は普通のバトルフィールドに字幕をつけたんですよね。うん、普通はそんなことしないですよ。うん、普通のゲーム実況ってそんなしないですよね。うん、字幕なかなかつけないですよ。ただつけた。懸念があったっていうね、そういう意味です。まあ発売から結構経ってるゲームだったっていうのもあるんですけど、おー、ちょっと鹿でした。鹿か何か分かんないけどね、コヨーテかもしれないし、うん、そんな、俺ロサンゼルス行くのにこんな山道通るロサンゼルス行くのにこんな山道通らない行けへん、嘘やん。なんか、なんなりとあるんでしょ、あんな一大観光地。陸路で行く人もいるで、そら。こんななんもないか。ほんと、なんもねえやん、これ、ほんとに。これ別にアメリカじゃなくてもええで、こんなの。四国とか行きゃあるで、こんな道。いやいやいや、こんなとこ行かされるか。で、そのバトルフィールドも、なかなかないですからね、そういういっぱいいろんな人が実況してるゲームですから、まあ普通に喋りだけでは勝てないなと、喋るだけのその実況動画ではあまりね、平凡なものになってしまうので、まあ何か自分らしいものを追加できたらなということで、そういうねポイントっていうのをつけました。まあ、いわゆるそう突っ込みどころ的なね、僕がボケたことに対して突っ込む、字幕で突っ込むみたいな、そういうような編集をしてみようかなということで、バトルフィールドの動画はそういう突っ込みポイントみたいなのをね、つけてみたということですね。うん、多分あれなかったら本当にもう見るに耐えない、もう僕はおくらいにしかねない、そんなやつだったんですけど、まあなんとか形にはなったんで、まあいいかなと、あれで。そういう感じでバトルフィールド4やりましたね。うん、1100本の時俺何やったんだったっけそれもちょっと忘れてるっていうね。1100本の時俺何やったんや。よし、ちょっと開けてきたからアクセル踏みまくってみよう。事故が怖いからね、ほんと。うん、ほらほら、もう曲がりきれないですからね。うん、いや、こういうことなりかねないから。バイクのその開放感っていうのがね、僕をこうさせるんですよ。うん、よし。あ、他のプレイヤーさんがいました。はい。通り抜けて。そうなんですよ。このゲームはオンラインなんで、他のプレイヤーと一緒に、クルーを組んでツーリングみたいなこともできるんですよね。やろうと思えば。ただ僕はフレンドいないのでフレンドがいないので、まあできないんですけど。だから考えてみたら、僕は今までその1200本の動画を投稿してきましたけど、そのほとんどが一人でやってますからね。うん、一人ゲームプレイヤーですから、ゲストがいないんですよね、基本的に。誰かと共にやるっていうことがない。オンラインゲームもあんまりやってないので、オンライン対戦のね、ゲームもあんまり実況やってないで、1200本のうちで。なんだろう、スプラトゥーンとか、ラストオブアスのマルチとか、ぐらいじゃないですか？本当にやってんの。そんなぐらいなのでね。めっちゃ速い、めっちゃ速いわあの車めっちゃ速いわ。引くぐらい速かった。すごいな。逆に憧れるわ。あれどれぐらいのレベルまでいったらあんな速い車乗れるんでしょうか。お、止まってるし、結局あんだけすんげえ速く走ってなんかのミッションやってたんかもしれないですけどね。危ないですよ、このカーブ。こういうカーブは危ないですよ。はい。減速した上で、きましょう。さあ、ハリウッド近い、あ、ハリウッドじゃない、ラスベガス近いですね。残り4キロ。そうハリウッド、ラスベガス割と砂漠なんですよね、近く。いや、知らないけど、行ったことないんだけど、なんとなくの、一回走ったことあるからね、ここら辺は。そういえばラスベガス行った時、結構周り砂漠だったわって思い出しました。さあ、街の中入ってきましたね。結構でもまだ3キロあります。近いかなと思ったけど結構遠いかったですね。どこだどこだ、ちょっとちゃんとナビしてください。はい、こちらでございます。いいですね。ちょっとウィリーでもしてみますか。ウィリーでもしますか。うん、はい、ビリー行きましたよ。ちっちゃいビリーをしました。ちっちゃくビリーしました。ちょっと減速して、はい。あー、ちょっとやっちゃいましたね。いや、ちょっとやっちゃいましたね。下手くそか、ビリーが下手くそか。さあ、残り2キロ。いや、もうだいぶいい感じですよ。あー、なんかこれ何なんですか？エッフェル塔みたいなのありますよ。さすがですね。さすがラスベガス、やることがでかいですね。あ、ここ凱旋門ありますよ。ちょっと凱旋門見たい。凱旋門行こう。これはバイクならではですからね。これ車ではなかなかこういう細かい動きはできないですから。凱旋門どこ？そこか。あ、行かれへんようになってんのね。ここ通れないですもんね、いくらバイクでも。いけないようになってんだ。凱旋門ですよ。いや、レプリカですけど、そんな感じのところをさらに、エッフェル塔、通っていきます。エッフェル塔じゃないか。まあ、ようわからん。あんまり観光名所を知らないから。まあ、そんなレプリカがありの、こっち方面行きましょう。なんか大きいホテルを目的地設定したので、そっち方面行ってみましょうかね。いやー、いいね、街になりましたね、急にやっぱ街になりますね、こういうカジノっていうのは。急に街に入り込みました。あ、いいね、来ましたよ、ホテル。いやー、ド派手。あ、なんか喋ってるね。聞こえないよ。聞こえない原因、俺のバイク音。バイクのエンジン音ですけどね。なんかミッションあるけど。これ何？あ、これまだできないんだ。レベル30。まあ、そんな、できないミッションもありますが、無事、ラスベガス到着でございます。はい。到着です。